熊沢秀明は、日本の農林官僚。聖の、沢は、宅の旧事態であるため、熊沢秀明とも表記される。農林水産省畜産局局長、農林水産省経済局局長、農林水産審議官、農林水産事務次官、社団法人農協教再総合研究所理事長、財団法人全国米国取引、価格形成センター会長、 チェコ中殺特命全権大使、農林水産省退職者の会会長などを歴任した。1943年、岐阜県生まれ、東京大学法学部卒業。1967年に農林省に入省した。農林省を改組した農林水産省においては、大臣官房の総務審議官を務めた後、畜産局や経済局の局長を歴任した。 1998年には農林水産審議官となり、異例の長期在任を続けた事務次官の高木祐樹を支えた。2001年、農林水産省再編後初の事務次官に就任した。ところが、牛海面上農省が政治問題化すると、農林水産大臣の竹部勤が、感染源解明は、落農家にとってそんなに大きな問題なのか。 そんなに慌てることはないです。またさらに BSE は発覚しますからなどと方言を連発し、参議院に問責決議案が提出される事態となった。農林水産省は省内が混乱して対応が後手に回り、強い批判にさらされることになった。落農からからも抗議の声が高まり、便器で竹部のアホ、農なし竹部、農水省の馬鹿などと書かれた捨て牛が、 熊本県や徳島県など全国各地で発見される、陳事が起きるほど大きな社会問題となっていった。その後、BSE 問題の責任を問われ、事実上更迭される形で2002年付で退官した。なお、熊沢の辞任に際して、大臣の武部はコメントを発表し、BSE 問題の責任について、 組織全体として問われるべきだと反省の弁を述べたが、自身の身体について質問されると一転して、農水省が抱える諸課題を解決していくことが私の責任の取り方と主張し、辞任を拒否している。2006年12月7日、天皇誕生日祝がレセプションにて、チェコの大議員議長ミロスラフ・ブルチェク、首相オミレクト・ポラーネクト退官直後、日本食肉協議会の会長である、 関谷春作から、農水行政の経験からの助言をいただきたい。2月頃から食卓に就任してほしいと要請されるも、これを辞退した。2004年、農協協裁総合研究所の理事長に就任した。また、全国米国取引価格形成センターの会長にも就任した。2005年から2008年には、チェコ中札特命全権大使を務めた。 大使在任中の2005年は、日 EU 市民交流年にあたることから、鬼太鼓座の和太鼓公演、力士を招いた、相撲イベント、ジャポンスクスモ V プレイズ、画学、部学、生命の公演、創造する伝統2000などを手掛け、日本文化の紹介に努めた。また、長年にわたり、チェコで日本文化を紹介してきた、東洋学者のビエンチェスラバ・ハドリチコバーの功績を、 称えるため、叙勲に向けて奔走した。ハドリチコバーの朝日小受賞受賞に際しては、両国関係の緊密化を象徴するようなこととする、祝意を述べた。また、2007年は非チェコ国交回復50周年にあたることから、大統領バーツラ・フクラウスらが来日するなど、洋人往来も相次いだが。また、アジア13カ国の在チェコ大使館が協力し、 合同で各国の文化を紹介するイベント、メニーカラーズ・オブ・アジアを初めて開催した。また、日本とチェコとの間で駐在員を派遣する企業、及び個人の社会保険料の負担軽減を図るため、2007年6月より、チェコの労働社会省との間で交渉を開始した。最終的に、労働社会大臣を兼務する副首相、ペトル・ネチャスとの間で、 社会保障に関する日本国と、チェコ共和国との間の協定の締結にこぎつけた。なお、大使退任後、再び農協共済総合研究所の理事長となった。2006年12月7日、天皇誕生日祝がレセプションにて、プラハカレル大学哲学部准教授、ビエンツェスラバ・ハドリチコバーと2007年12月4日、天皇誕生日祝がレセプションにて、 チェコの大統領夫人、リビア・クラウソバー、首相ミレクト・ボラーネクト、ありがとうございます。